サントカゾーは、フランス、奥下にー地域圏、JL 圏のコミューン。サントカゾーの村落は、県南部の標高の高い高原上にあり、オートイコールピレネー圏に近く、バイゾル川岸沿いにある、ピレネー山脈の山並みが、村落から、くっきりと見える。県道六十九号線が通り、県道百十一号線、四十一号線、二十六号線が、 教会を接している。村の近くを通る主要道2本は県道2号線と939号線である。この居住地の最初の名はサント・ブナンスであった。後、およそ500年頃に殉教したセイオランスの名が付けられた。カステという場所にはモッド・アンド・ベイリーがあり、10世紀終わりに王首の特許状大帳に記された封建時代の城の基礎となった。 この城は13世紀半ばに明らかに消滅している。アステラック博がこの地域一帯の唯一の領主であった。1822年、ゾ像星はサントランスと合併した。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。